ゴリポップレコードのウホホウホホの時間です。せーの、ウホホウホホ。ゴリポップレコードのウホホウホホウホウホウホホウホホゴリポップレコードのウホウホウホホ。本日のマスクドアイドルは私メロン畑55ザ・グレートフルアモガーズのアミノコロミと、ザ・グレートフルアモガーズのナナミミヤビと、ザ・グレートフルアモガーズ新メンバーのキャンディ山内です。いやいらっしゃいませいらっしゃいませようこそ。えっていうかキャンディちゃんと私たちが初キャンディ、初キャンディ、初キャンディ地上波キャン、地上波、初地上波キャンディをうちらってことですよね。そうですね、地上には出てないけど、そうです、さすがです。今、それは地上で、地上で出てますね。そしてね、なんと今ね、こう見えて、はい、私たち、はい、新宿ロフトさんの、はい、バーの裏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 の方で秘密基地にやってますね。そうですよ、こう見えてこう見えてこう見えてそうなんですよ。はい、そんな感じでお送りしていきましょう。この番組は私たちマスクドアイドルがワンポイントエコと一緒にトークする番組です。ツイッターはハッシュタグウホ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 でつぶやいてください。すべてカタカナです。はい、ここで本日のワンポイントエコー、ナーナーミーさんお願いします。はい、ナーナーミーです。はい、本日のワンポイントエコーは、うん、何、ご飯はちゃんと賞味期限内に食べる、うんうん、なんで、ね、やっぱなんか逆にさ、賞味期限過ぎても食べようの方がエコじゃない？あー、そうだね。それはそれはね、そう、まあ、食べれるうちに食べとこう。結構ご飯すぐ炒めちゃったりとか。あ、そういうことか。で、そうで食べられなくなっちゃうので、そういう意味ではそうだね。食べられるうちに食べられるものをちゃんと、うん、範囲 の量をね、ちゃんと自分の胃袋と相談しながら、うん、食べれるものを買って美味しく生活してください。エコなのでね、買いすぎない。そうそう、買いすぎない。そうそうそう、あ、確かにな。いけるいけるって何でも買って、あれね、酔っ払ってる時とかある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 、ね、帰り道やこれもこれもでもあれよ、傷んでたりしても食べちゃうけどね、あれレベルになるとシュッシュッシュッラジオで分かんないことやらない。これ今度じゃあ動画撮って送ります。そうですね、読み込みが膝と膝入れ替えてるラジオじゃ分からないんだ。ワンポイントエコ、膝と膝は入れ替えて使う。はい、はい、ではフリートーク。そうですね、お題カードの方。お題カード、確かにあの山内キャンディさんは今日初めてなので、うん、そうなんだよね、教えてあげよう、先輩として教えてあげよう。何何まずね、はい、このラジオにはですよ、このお題カードというものが毎回用意されていまして、そこからいつも引いてなんか質問だったりとかトークを繰り広げるって感じ。なるほど、わかりやすい、うん、じゃあ早速これ誰が引く？え、じゃあじゃあ私から引く。じゃあ私行こっかじゃあね見本としてじゃあキャンディーさん、あ、私引いていいですか？いいじゃあ引いちゃおうかな。多分視聴者もキャンディーさんの楽しみにしてる、うん、そう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 、ここでさ、ななみちゃんとかだったらおーいってなるはい、どうですか、はい、いけました。最近あった嬉しいことは、うん、お嬉しいこと聞きたいあなたも言うんですけどそうやの。そういう番組、最近あった嬉しいこと、うん、私は、うん、まあ、それはもう一択なんですけど。何、あ、分かった、はい、ピボー、あ、待って言わないではい、じゃあ、はい、どうぞ。私はもうザ・グレートフルアモガーズに入れて。それしかないよね、それ以外言ったらいつらもう、あとで裏来いよこれ以上裏ないよ裏の裏の裏の裏だと、ね、表にね、逆に、まあ、じゃあその話ちょっと深く聞こうよ。深く聞く、うん、ね、そう、モガーズにそう入るのがここ最近あった一番嬉しい。嬉しいねえ、わしもかも嬉しかったこと。あ、嘘、そう、それ嬉しい嬉しいそう
今。何何？山内キャンディーちゃんがモガーズに入ってくれたことですよ。なんか嬉しい、嬉しい。そうだよね。モガーズ、そうね、嬉しい。入って嬉しいっていうのが一番に言ってくれるのが嬉しいよね、うん、ねえそう、うん、ラジオだからとかじゃなくて、ね、ラジオなくても聞かれたら一番言ってると思う、嬉しい。だってもうずっと入りたかったんだよね、10年ぐらい。そう、もう10歳とかの時からやっぱり憧れてたから。嬉しい。そうなんだね。なんかそう、練習何回か重ねて、うんうんうん、どうみたいな、うんうんうん、なんかいけそうみたいな、なんかそういう話してる時もすごい熱い思いを言ってくれて、そう、2人でいる時とかに。いや、それ聞いてないからちょっと今度聞かないと。じゃあ今度話します。そうですね、またうれしいわ、それは。はい、はい、それではここで1曲お聴きください。はい、いただいたのはザ・グレート・フロア・モガーズでジャンキー僕は依存症でした。このいい曲やな。いい曲だね。そう、めっちゃ好き。何も一番好き。マジで？そう、一番。一番。まあ、そう、いいじゃないですか。この曲はね、なんと、うん、そう、山口さんにもね。そう、私がじゃないけど1月30日デビューライブで初めて私が練習した曲なので、私めちゃめちゃ思い入れがあります。思い出ばっかりだよ。思い出ばっかり。ずっとやってた。ずっとやってた。どうだった？ダンス私はやったことがなかったから。そうだよね、そうだよね。最初にアミコロちゃんにステップを見てもらって、その時に素の声でやっぱーって言ってた。言ってないよ。わかりました。ゴスゴスゴス。嘘でしょ。ずっと聞いたら スキップがね、したことない。スキップもできないんだっけ。スキップがちょっと怪しいかも。怪しい。怪しいかも。でもそれ美味しいよね。逆にね、逆に。スキップできなくなりたいもん。反復横跳びとかだったらできるのに。そっか、横跳びはできる。そういう振り付けにしよう。そうだ、横跳びの振り付け。ひたすらライブ中疲れそうだな。そ, そう、でもジャンキーのさ、これはできるでしょ、多分。もうこれは、ね、今できるようになりました。できるんだって今。よかった。
無事に、ね、お披露目がお披露目が終わりましたよ。じゃあ今度スキップをみんなの前で披露してもらってあのステップもこうやってじゃあお題カード、ね、お題カードもう一回お願いします。カードは上からがね引く、うん、いいよ。じゃじゃんじゃじゃん得意料理。お得意料理料理しますか。しないんですよ。ななみちゃんしない。そうキャンディーちゃんする。私ちょいちょいしますよ。おすばらしないのにさ、なんかさ、うんうん、人とチェキ取るとかに時とかにさ、うん、なんか料理とかするのってなんかなぜか聞かれるの。え、チェキの時？チェキの時マジで。え、でそういう時なんて言うの？ファンの人に。そう、ずっとみんなにカレーって言ってる。あ、でもそれ無難だよ、ね、いいかもしんないですね。無難だよね。なんかオムライスっていうのちょっとうそくさいけど、あと肉じゃがとかもそうだね。カレーじゃないな、おおってなるもんね。あとシチューとかね。あおお。ハヤシライスとか。はい。はい、同じの。参考にすら。なのね、やっぱさ、あれなんじゃない？料理できてほしいから聞くんだ。あ、多分そうなんでしょうね、きっと。聞かれないもん。なんかまず。いや、これ確かに気が失礼かもしれない。聞かれたことない。まあ、できるんだけどね。でも。いろいろこだわってそうだからすごいうまそう料理。確かに。そうだからね、チェキの時間だけではちょっと語りが切れない。切れない。できないって言った方が早いかな。そうそうそう。終わらせちゃって。そうそう終わるじゃん。話をね。会話そこで。あ、じゃあできないと言って。できないよやばい。まあできるんだけどね。本当はね。本当はね。山ちゃんも私もちょいちょい作りますよ。得意は何？一番得意なの何だろう。え、でも卵焼きとか。あこれレベル感もしかしたら3人一緒かもしれない私の方ができるアピールしちゃったけど卵焼き美味しいから、ね、卵焼き美味しいから。卵焼きいいじゃん。いいね、うん、しょっぱいのとさ甘いのとかあるよね。どっちかせーの甘いのあいつ聞くまでもなかったっけ。絶対甘いの好きそうです。甘いのもう砂糖砂糖砂糖ばっかり入れちゃう砂糖に卵が入ってますね逆にね。あ、そっちそれくらい甘くした美味しそう。でもそれ料理オフ会する。料理オフ会料理オフ会したいね。それは面白いな、うん、なるほど、よくわかった。よくわかった。もう一個ぐらい引いとく。もう一個ぐらい引きますか。する。あ、最後にじゃあじゃあ軽く。ななみちゃんが軽く、うん、軽い。いきます。ブン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 。旅行に行くなら、うん、温泉かキャンプ、理由を述べよ。あ、悩むな。これ悩むけど分かっている。私も分かった。もう分かっている。分かった。せーのでいう。せーのでよ、はい、せーの温泉。やったやっぱり、ね、またよくできそうな気がする温泉だ。温泉だよね。じゃあこの後行くか。ちょっと行くか。行こう行こう行こう。サウナ行こう。待って、理由を述べよ述べなきゃ述べよって感じ。もうゆったりしたいよね、うん、ゆっくりしたいし温泉好き。温泉好き。なんか夏とかはっちゃけたいというか、キャンプはもう好きだけど、うん、ちょっと今は温泉の気分かな。だね、うん、確かに。こんなさ疲れる人生とかさ、世の中人生この何なんかさしがらみだらけのさ、あのひとときから解放される。あ、普段しがらめられてるんですか。ガチガチしがらめられた。しがらめられて。私はね、温泉おっかい行けるように頑張ります。そうだね、いいな。モガールズさんは行きましょう。行きましょう。お楽しみに。はい、はい、それではここら辺でさよならのお時間となってしまいました。早い、はい、本日のエンディングはメロン畑はゴーゴーで Give me something でお別れです。ハッシュタグはウホホウホホ、全部カタカナでお願いします。
るみ抜いて置いていけ、ここじゃそんな荷物はいらない。結果的に、うん、じゃあこの紙
か誰かが鼻かんだ機種かもしれないってことだよね。違うよ、逆これをいっぱい利用してティッシュとかになるよ。あー、ティッシュが最終形態ってことだね。お勉強になりましたね。なりました。というわけでね、たくさんハッシュタグの方もの方でもつぶやいていただいているし、目の前にもお題カードがたくさんあるので、ぜひ聞いてこちらからトークしていきたいと思います。じゃあルンちゃん聞いてもらおうかな。はい、あ、お、じゃあこれやる気満々。迷わずかな。何もうそれあれ見てたの？見てない、見てない、見てない、見てない。この辺ちょいちょい見えてる。え、どうしても期待しました。はい、戻した、やめた、見ちゃった今。あ、これあんま弾きたくなかったやつだ。お、あ、一番几帳面で神経質な人は誰ですか？逆に一番ズボラでだらしない人は誰ですか？理由を教えてくださいって書いてある。GPR 内なのかこの中でなのか。あ、この中にしましょう。あの、いないというと亀裂が入る。この中に一番几帳面で神経質な。でもみんな一緒にいるか、ここら辺は。ここら辺はね、うん、みんな私のこと知らないからどっちにも当てはめられない。いやでもほら、でもあのメロンってさ、学校の3人は一緒だったんですか。学園になることもある。どうなんでしょう。まあね。じゃあ一番正面な人。正面、正面な人。正面って難しい。でもキャンディーちゃんはまださ、うん、そんなにその遠征とかもまで行ってないから、うん、なんかその深いとかまだ多分わかんないじゃない、みんな、うん、そうですね、確かに、うん、でも結構ね、わかるかもしれない、どっちか。え、どっちだと思う。そっち方面だ。そっち方面だよね、多分。それ正解です。あ、よかった、正解だったね。なんか、あ、なる、分けるならなんか想像できるよね。想像ね。いや、アミコは意外と几帳面じゃない。そうだね、几帳面、うん、そうだね。やばいっすよ、マジでやばい。この一番このさ、几帳面でって言ったからさ、もしかしたらアミコロかもしれない。本当よね、自分だと思う、あっちも。なんで笑ってんの。逆にさ、几帳面に見えないのかな。うなずいた。多分そうかも、自分神経質かもしれないです。あー、そうね、神経質、うん、私ズボラな、ズボラではないと思うけど、うん、中間でではない気がする。中間、うん、中間です。ルッシャー、ルッシャー。あー、これはね、あの、僕とアメちゃんは何も言えないので、あの、ルッシャーどこだろうな。ルッシャーはズボラなんです。そうだと思います。私でもいいっすよ。ただ、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 ただ
じゃあもう一枚キャンディさん引いたら、もう一枚じゃあ引きます。いやいや、うん、だまたこの人リスが高いんだよな。これだったら GPR メンバーの中では私が一番だと言えるうち特技を教えてください。例えば寝相の良さとか体の柔らかさとか魚のきれいな食べ方など。関野さんからです。おこれは負けないぞ。得意なやつが得意かむずない急ぎありますか。ブリキことみさんないないから毎回ないからここにいるんだよね。そういうことです。え、なんでもいいってことでしょ、うん、ちょっとなんかある一個だけある。何？あ、わかった。え、何？お土産のだよ。私たちお土産もう今ダントツ世界ランク。いやいや、高いけど。美味しい食べ物が好きなだけだよ。え、これは本当に。ちょっと。受けて話進まないから。なるほど。これは本当に多分、私だけかなって思うのが、うん、多分ね、落語聞いてるから。ああ、なるほど。まあそうだね。誰もいないね。うん。その中だと。絶対1位じゃん。確かにそれは1位だ。でしょ？そんなことでいいんじゃないの？素晴らしい。でも何の自慢にもない。1番か。1番か。だー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 い。あ、いっぱいある。何ですか？だいたいある。だいたいある。え、着替える速さとか。あー。着替えが早いと思う。確かに、なんか血が出たらせっかちになってると思う。せっかち。せっかち。めちゃくちゃせっかちです。なんか、せっかち。いつも、なんか、エレベーターとかも待てない。そう、なんか早く早くって言ってるの。それとか、こうやって。あれからめっちゃせっかち。目の色はな一緒だしな、うん、せっかち1位なんじゃ。せっかち1位、うん、おいしい落語か。え、おいしい落語か。落語か1位。ちょっといろいろおかしいことだけど全部。キャンディーちゃんは何かある？何だろう。あ、あるじゃん。あるじゃん、1個。1個ある。あ、背が高い。あなんと国技なのかな。何メートルあるんですか。143です。143。絶対嘘です。本当は170あります。あ、まあ、やばいね。めっちゃでかい。羨ましい。だって冷静に考えたら僕ね、私153ぐらいだけど、だから今まで GPR が、ね、160センチ超えてる子いる？あ、いない。お？お？なんか気づいちゃったよねみんな。まだ温めてなくて。それではここでさよならのお時間となってしまいました。皆さん楽しみです。エンディングはメロン畑やゴーゴーでトレインでお別れです。ハッシュタグはウホウホウホホ、全部カタカナです。お送りしたのは私、たもよつよと、神のころみと、ひとかねるんぞ、くずきことみと、キャンディー山内でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ードのウホ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 ウのお時間です。せーの、ウホ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 ウ。ゴリポップレコードのウホ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 ウ。本日のマスクドアイドルは私中村ソゼと滝村恵美と真奈美恵美と平野奈沙子です。よろしくお願いします。この番組は私たちマスクドアイドルがワンポイントエコと一緒にトークする番組で、本日もエンタマ秋葉さんをお借りして公開収録をしています。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。休日の夜になってますね。はい、はい、ツイッターはハッシュタグウホ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 ウでつぶやいてください。すべてカタカナです。ここで本日のワンポイントエコーを、はい、ナミさん、はい、お願いします。はい、いきます。電気はすぐ消す、それはすぐに消えて買いに行く羽目になるからです。うーん、大変なんですよ。うさこちゃんにこの間、はい、電気からのスイッチもあって、そうです、あのスイッチカメラで投稿しました。そう、そう、なんかヒリングの、何言うと、うん、でかい丸いやつって、あれ切れるの、そう、切れちゃって、そう、しばらくあの自撮りライトで生活してたんですよ。やだな、ちょっとね。そう、2週間ぐらい、そう、自撮りライトすごいね。そう、なんかこういう、うん、こんぐらいのやつ、こんぐらいですよ、ラジオで。でも分かります。最近その自撮りライト何かと便利かなって思って買ったんだけど、うちも電球切れたら、あ、これいけるなって思った。そう、懐かしい。でもそんな、ね、あの切れてないけどなって思った。なんか使ってます。電気はつけっぱにしない。いや、それでも確かになんか自撮りがさ、暗い期間あってね。あ、わかる。なんか自撮り暗いなって。なんか背景が暗いなって。暗いなって。我々なんて。なんか、背景がトレンド暗ったもん。やばいやばい。今後、ナナミちゃんの自撮りが暗くなったなって思って。電球が切れ時だなって。そうそうね。もうこの後リップがそろそろ変えた方がいい。なんか高度なレベルの出方が表しちゃった。じゃあね、今日は、はいはい、質問を皆さんがくれたので、はい、見ていきます。はい、はい、さこちゃんに聞いてもらうか、誰にしようかな。それダドン、自分がゴリポ内で、うん、一番推してるメンバーのいいところを10秒でアピールしてください。なるほど、みんどくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。難しい、難しいね。推しいる、推しいる、大丈夫、推しが決められる、ゴリポ内で。エビダーさん、じゃあ何、この席順の、うん、どうしようかな。あ、そうする。あ、じゃあ分かりました。今座ってる、うん、右隣か左隣の、そういうのに、ね、感じはいかがですか。二人組、あ、そうそう、二人組、右を向けば完璧。そうですね、ちょっと監督のいいとか言って、十字おじさんだった。じゃあ、身内ネタ的な、はい、じゃあこのここで二人の、なんか、はい、お互いにする、そうする、と考えていいですか。10秒、え、ちょっと難しい、10秒で、10秒以内だったらいっぱい言って、あ、そういうこと。10秒、
あ、じゃあこれを押せなかった。あの番組の最後にしようとさ。そうですね。考えといて、最後の楽しみということで。はい、次の次の人を考えてる。なるほど。じゃあユミさん聞いてください。3分の1だね。そう。言わないで。200分の1ぐらいで。いや、つまんないからやめよう。これにします。はい、はい、あー、ケガ自慢を聞かせてください。ケガ自慢。車に轢かれて救急車で運ばれた。膝の靭帯を切って、救急車で運ばれた。など、関野さん、かっこ、ほがらかさんでからです。ありがとうございます。もう言われてたよね、今ね。私のケガ自慢だけど、ケガ自慢ありますか？ない。ない。でも確かに、うん、なみさんなんか、うん、ない。ない。丈夫そう。ないよね。ケガ自慢使えるぐらいですか？もうだから全然ケガじゃない。トラブル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 。感動のケア。アイドル的にはずれてる。うさこちゃんはある？去年の今くらいにどうしても乗りたいバスがあって、筋力実装したんですよ。そしたら、って転んで、やばい、ラジオじゃ伝わらない。漫画のように。本当に転んで、一人で地面とかあったりしたの？地面とちょっと一緒になっちゃって。顔、顔、顔も思った。顔は黒いしかなくなった。触れないからな。顔は、うんこやって、上を向いたのね。なるほど。って感じで、全力でこけて、立ち上がって、もうめちゃめちゃ痛くて、死にそうになりながら、とりあえず乗れたんですけど。よかったね。乗れたの？乗れたんです。それで乗れなかった。ダメージでかいね。で、座って足を確認したら、もう血ダラダラになって。膝猫。血ダラダラで乗ったんだ。今までもちょっとだけあったのに。いや、痛い。痛い話。そうです。っていう気が自慢です。痛い。じゃあ、はい、それではこの辺でお聞きください。さて、この番組で、赤坂上がらずこの部屋です。どうぞ。やってますね。だから2人とか3人とかでやってみたいな。
きあるとしたら確かに誰と二人でやりたい。誰とですか？うさこちゃんと。ほうやった。何やる？何やる？元気出してもらう。元気を出してもらう。元気を出して、そう、ウルフのやつ。元気で、そうじゃん。なんかすごい元気があるので、あります、あります。元気を出してもらう。そうですね。私、2人とか3人でいると大体やってるから、もういいかなって気持ち。逆になんか、逆に48ぐらい。48人くらい。劇場に番号全部振ってあるぐらいの感じやってみたい。そう、うん、らしいよ。どんどん振ってあるんだって。48個ですか？多分ね。多分48個あるの？あるんだって。そうなんだ。ボリボリ48を持ったら、いいね。なんかそんぐらいの大舞台やってみたい、うん、あ、私あれやりたい。子供とやりたい。あの、うん、なんか4歳ぐらいの、え、国営放送狙い4歳ぐらいの7人ぐらい。あ、混ざってても分かんないかもしれないね。混ざるでしょ。なんか、あ、いい感じになる、感じになるってなるかもしれないじゃん。最近なんかさ、コンクール、YouTube で、2歳ぐらいの、あ、知ってます、コンクールがあって、犬の思いみたいな。そうそうそう、それすごい見てるから、スカウトしてくるかな。待ってます、そのコラボを見る。マスクのアイドルにならないかって。あ、そうそうそう。スカウトしてくる。あ、うさこさんは、でも、ちびごりかに。そう、私はちびごりなので。じゃあなんか今の2人と別で、うんうん、なんかみんなと組みたいなことで、シフト制でやりたいです。うん、そう、徐々に。あと子供ながら生誕とかもしやるんだったらさ、その時に全員でやったらいいんだ。全員と1回ずつやったら結構調子がいい。1回ずつやって楽しい。いいじゃない。じゃあ生誕を楽しみに。8月だね。それ8月です。そうなんだ。そうなんです。楽しみだね。楽しみに待ってます。それではね、はい、皆さんお待ちかねの、あ、一番声でかい10秒アピールタイム。できた人いますか？ちなみに。はい。え、本当？うん。お、だから10秒じゃないかもしれない。本当？うん。3秒ぐらいかもしれない。じゃ、数えます。10秒。やめて。そういうの。じゃあお時間です。乗ってんの？お時間です。あ、そういうこと？そういうこと？わかんない。10秒数えられなそう。いいとしてください。よいどん。はい。それでは、花見さんの。はい、こういう感じもあるの？じゃあ、テーマを言いますよ。はい、せーの、ドン。はい、最近ますます、気が入ってる。待って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 。終了でーす。お時間でーす。最近ますます。手紙のなんか最初の2行みたいな。なんか季節の挨拶で、なんとかのソロ。最近ますます、そう、大人になってきて、すごい、え、なんかすごい、なんかもう3年ぐらい成長しましたかみたいな感じありますね。急激な成長、急激な成長があって、うん、はい、思います。そういうのと、いつも頑張っていて、いつも頑張っていて、なんか本当に、ナナちゃんらしいふんわりとした。いきます。コメントだと思う。マスマスって言ったらもう気が良くなって気が良くなって。じゃあ行ってみよう。ゆずりさん、アイドル性が高い私と電波組を押しかぶりしてる。あ、いい子、従順、いい子。終了でーす。ちょっと待って、でもやるしかないか。やるか。そろそろ鼻をくぐってください。どうしよう。いきますよ。はい。
ダナミさんはなんか生地の中でモコモコの生地が一番似合うと思います。ありがとう、ありがとう。じゃあ頑張っていこうか。いきますか。はい、いきます。すごいね。はい、ゆみちゃんはいつもライブの時とてもかっこいいけれども、よくは可愛いなって感じで、イエーイって感じで、イエーイ、初めてのチェキ、初チェキ、ありがとうございます。いい感じですね。それではここでさよならの時間になってしまいました。本日のエンディングはメロマテキャー55で海賊クイーンアマドネスでお別れです。ハッシュタグはウホウホ、ウホウホは全部カタカナです。本日お送りしたのは中村袖と滝梅玲子と田上美波と稲田麻子でした。ありがとうございました。ゴリポップレコードのウホウホウホウの時間です。せーの、ウホウホウホウ。ゴリポップレコードのウホ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 ウ。ゴリポップレコードのウホ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 ウ。本日のマスクアイドルは私ザ・グレートフラモガーズとメロンバタキャー55兼任メンバーのアミノカロミとトモヨチオとザ・グレートフラモガーズのミナノウサコです。よろしくお願いします。この番組は私たちマスクドアイドルがワンポイントエコと一緒にトークする番組です。ツイッターをハッシュタグウホ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 ウでつぶやいてください。すべてカタカナになります。イエーイ。それではね、ここで本日のワンポイントエコ、トモヨチヨ選手お願いします。はい、本日のワンポイントエコは何ですか。水筒を使おうです。なんで超エコですね。いろんなお店にウォーターサーバーみたいなの知ってます？知らないです。あのね、運用費用品とかあと市とかに、うん、なんかウォーターサーバー置いてあって、ボトルさえ買えば水入れ、ね、で放題みたいな。確かにそれはエコだ。ところがあるんで、街中にいっぱいあるんで、そういうとこ見つけて、そこで水筒お水補給していくととてもエコだと思うので。確かにな、素晴らしい。私は運用品の、あの水筒買ってます。いいね。さ、私たちアイドルさ、一日やっぱ長くさ現場いたりとかさ、行ったことはいっぱい飲むじゃない、飲みます ね水取り、そういうのさ自分でね持ってきてたらとってもエコですね。エコです、エコですね。素晴らしい。イエーイ、やった。そしてですね、本日はなんと、ロケ中です。お、そうなんですよ。これはセットではありません。ここはどこですか。ここは花見のセットではありません。はい、どこですか。聞いてます。目黒ロックメイカーさんです。イエーイ。ライブ前にね、ちょっと収録でもしますかということで、多忙なんで ね私たち ねちょっと気分を変えてね、今日はやっていきたいと思いますので、なんかちょっと雑音入るかもしれないですけど、楽しんでいただけたらと思います。わ、かった。
はい、ではですね、ここにいつものごとくお題カードがありますので、まあ、今回はスタンダードにですね、うん、そうですね、お題カードに沿って見て、スタンダードって普通って意味？そうよ、普通です。わかりました。さっきうさこさんとコントしてたんですよ。それはまた今度どっかでやれたらやります。そうですね、うん、今日はなんかチャンスがあったら出していただけたら。そうだね、今日もチャンスがあったら出していきたいと思います。はい、それではじゃあアミちゃん引いてもらおうかな。お題カードね、これ本当にわからないよ、今日のお題カードは何が入ってるか。じゃあこれにすれぶつきちょっとまずい食べ物食べたことありますか？あります。何ですか？なんだっけ、なんか缶詰で、うん、超絶まずい缶詰あって、なんだっけ、なんだっけ、熊肉の缶詰、熊肉の缶詰、それだけ聞いたら美味しそうだけど、うんうん、臭すぎてやばい。獣っぽいって大丈夫かな、熊肉の缶詰作ってる人が聞いてたら申し訳ございません。明日うさこのことをお前も熊肉にしてやろうかってこうなっちゃうけど大丈夫？うさぎだから多分大丈夫。そっか、勝つか、うさぎのが、うさぎの方が勝つ。熊より、熊より、熊が勝つんじゃないかな。アミコはまずい食べ物、うん、まずいっていうかこの世に嫌いな食べ物って基本的ないんだけど、うん、結構大人になって出会った唯一うわこれは食べれないってなったのがパクチー。あれなんだよね、あれ私大好き。うわもめちゃうもめちゃう。そうだからまずいっていうか、そうパクチーはちょっとパクチー好きな人には申し訳ないけど、あれはちょっとどういうあれで食べても結構苦手だわって感じ。結構強いもんね、香りがね、うん、そうですね、なんか分かれるよね、大好きな人か大嫌いな人かじゃない、うん、パクチーって、うんうん、本当そう。なんか私結構ハーブとか香りのものがすごい好きだから、うんうん、なるほど。確かに赤飯食べてるもんね今。全然ハーブ関係ねえ。豆というハーブ。ちなみに私が、うん、まずいなって思ったのは、うん、同じグループのルタカメルンさんにいただいた、うんうん、食べれる虫タガメ、うん、タガメの足はなんか土の味がした。やだ、辛い辛いやだ辛い土の味でした。でも辛いの、ね、食べたらなんか辛いくて、うん、でなんかバリバリしてて、しかも土っぽい味がする。最悪やだので、あんまりおすすめできません。あでもうわでもこの前ちょっとあれ食べちゃったからな。何何ですか？あこれ、ああ何を食べてたの？地上波では言えないです。このね、曲を聴きながら何を食べたか想像していただければと思います。そうですね。それではここで1曲お聴きください。 The Great Flamogaz でジャンキー、僕は依存症です。どうぞ。聞いていただいたのはジャンキー、僕は依存症でした。ありがとうございました。イエーイ。
なんかこの3人だとトークスムーズに進みますね、うん、意外とそうかな。私は進まないタイプだと思うんですよ、どちらかに分けるとすれば。あ、進むタイプだ。はい、というわけで多分うさぎさんとかが意外とトークうまいんですよ。そうですか、うん、なんか求められてることをちゃんと対応できる割にハメは外さないみたいな感じのイメージ。アミコはハメを外してる。私わざと外してる。ここで誰か外さないとなってシーンで外すって、うん。それ言っていいやつなの？そうですよ。あ、はい、というわけで。あら。ではうさこさんお題カードを。はい。ちなみに私は外さない。私も外さないよ。基本。うん、バトン。うん、カラカラウオ美味しいですよね。美味しいです。何ですか？カラカラ。え、知らないですか？知らない。知らないです。あのめっちゃ辛いラーメンです。知らない。めっちゃ辛いの食べれますか？食べれないです。食べれないです。めっちゃ辛いけど、なんか魚介と豚骨の風味がすごくて。え、でも美味しそう。めちゃくちゃうまい。でなんか今コンビニとかでカップ麺 と、はい、あとチルドのやつがあるんですけど、はいはい、もうなんか好きすぎて両方食べて私で、なんかそのチルドの方が辛いかなと思ったらカップ麺の方が激辛で、辛いのお好きな方はカップ麺の方をおすすめします。カラカラウオって言うんだ。すごい辛い、ずっと泣きながら食べてるいつも。辛い辛いの苦手だよね。普通ぐらい辛すぎても無理。あ、結構日本産の甘辛キムチとかでも辛いって思っちゃう。あ、うん、じゃあもう食べれないかも。カレーも甘口がいいぐらい。あ、甘口しか勝たんですね、うん、甘口しか勝たん。甘党と辛党に分かれて勝たんしか甘口って感じ。そうですね、すごいね。あの辛いのが大好きで、そのカラカラウオだけはなんか辛いの好きな人ってめっちゃ多いよね。そう、なんかスープもなんかもったいないからスープに米を入れて食べちゃう。カレーってなりながら。でも美味しい、ね、でもカレーやだー、火吹いちゃう。普通のラーメンが食べたいですね。普通のラーメンが食べたいです。いや普通のラーメンは好きなんだけど。このお題書いたの千代ちゃんか。違うよ。これお題書いた方がね、同志だから。私となるほどね。なるほど。食べてみたいな。でも多分ねもう一すすりぐらいでってなると思う。多分あ、うん、アミ食べれないんだけど。食べてみたい。じゃあ今度持ってきます。うん、お願いします。持ってきてください。そう、なんかちょっとだけなら食べてみたいね。泣いちゃう。挑戦したい。もう辛いもん。だってもうなんかスープがもう真っ赤。お楽しみに。楽しみに。その動画撮ろうね。あ、撮ろう撮ろう。あ、撮りたいね。うん、それにしよう。メンバーで食べてみたみたいな。じゃあそれで決定で。イエーイ。イエーイ。それで決定で。何の動画？なんか特典？ウホウホとかに誘ってもらう。ウホウホ特典ね。あ、そうだね。おまけで。でもそれかあの入場特典にするか。それかなんかみんなこう赤いラーメンを食べてるんだけど、うん、1個だけそれなの。でみんな辛い演技をするわけよ。うん、で他3人は辛くないみたいな。4人ずつとかでやって。うん。トマトスープとかってこと。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。4人、まあ4人じゃなくてもいいけど3人中1個で辛いの。うん、ね、うん、2人は普通なんだけどみんな辛いふりをするわけよ。で本当に辛い人は誰かの当てるゲームをやりたいです。あ、やりたい。それめちゃめちゃやりたいです。じゃあ、うん、やろう。やりましょう。じゃあ今度企画、持ち込み企画で、うん、はい、やりたい。どっかで持ち込みましょう。そうしましょう。やりましょう。ではもう1個ぐらいお題カード引こうかな。なんかこの辺にもあるから。あ、じゃん。ホガーズでの流行語。おお、流行語ってありますか？めっちゃあります。ありますね。モイソンカ。でもモイソンカはもう何十年流行ってますからここ最近ですよ、日本で流行りだしたのは。なるほど、うん、流行ってますね。でも、うん、あとはモイソンの風も流行ってるでしょ
それ今作ったみたいな感じになってるけど、モイソンの風はもうツイートで定期ツイートもしてるんで、ああね、なるほど、なるほど。でも最近モイ旦那が辞めちゃったんで、うん、メンバー募集してます、モイソン家の。でもモイ旦那候補たくさんいるんじゃないの、今聞いてる方は。あ、いっぱいいるかな。じゃあオーディション開催します。モイソンの数に入りたい人、オーディション、オーディション、オーディション開催します。はい、ではハッシュタグほう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 でつぶやいてください。モイ旦那募集中です。はい、あと流行語なんかあるかな。やっぱあれじゃないですか、ちょうちゃんのイエイだぜイエイじゃないですか。それ知らないんだよね。知らないですか、うん、なんか私あんま意識してなかったんだけど、うん、なんか楽しかったりとかうまくいった時とかに、うん、イエイだぜイエイって言ってたの。そしたらなんか言ってたっけ、ことみとか、うん、なんかうさことかすごいハマりだして、うん、やいだぜやいあ言ってたかも。練習ででしょ多分。そう練習とかで、そうです、そうです。でなんか正式表記はね、うん、カタカナだと思ってる。イエイだぜイエイ、だぜはひらがなで、あとはカタカナ。なるほどね。だと思ってる。なるほど。だってよ。だってよ。なんか楽しいことがあったりとか、うん、やったぜって思ったときは、イエイだぜイエイ。つぶやけばいいのね。そう。そうです。ハッシュタグ。またこれもハッシュタグ。イエイだぜイエイ。ハッシュタグイエイだぜイエイでよろしくお願いします。その他なんかあったりしますか？あります。いろいろあるよね。でも結構いろいろあるけど、なんか流行り伝いが激しいから。確かに。なんかその時だけで終わるみたいなのが多くない？確かに確かに多いです、ね、その都度ね。そうそう、その都度ありますね。毎日流行語、毎日生まれて毎日消えていく。じゃあモガーズの流行語もね、聞き逃さない。あ、でもなんかファンの人とかでも言ってて、結構さ息が長いのはなんとかだもんだぜとかじゃない？あ、確かに、なんとかなもんだぜは多い。やっていきたいもんだぜとかさ、そういうのはやっぱ流行ってるんじゃないですか？もんだぜ、もんだぜ。じゃあこれからもね、楽しいことやっていきたいもんだぜ。もんだぜ。そろそろ終わりたいもんだぜ。うん。楽しい時間だという間ですからね。こんなお時間になってしまいました。本日のエンディングはメロン畑は55で SF ホラーでお別れです。ハッシュタグはウホウホウホウ、全部カタカナでお願いします。お送りしたのは私アミノコロミとトモヨチヨとリナのうさこでした。ありがとうございました。クリス